クリントン・マイケル・ロビンソンは、アメリカ合衆国、ミズーリ州、ジェファーソンシティ出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のワシントン・ナショナルズ参加所属。2007年の MLB ドラフト25巡目で、カンザスシティ・ロイヤルズから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、アイダホ・フォールズ・チュカーズで、プロデビュー。2010年には、 AAQ、ノ AA ースウエストアーカンソーナチュラルズで129試合に出場し、打率335.29本塁が98打点4盗塁の成績でテキサスリーグの三冠王に輝いている2012年6月8日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャーデビューを果たしたこの年出場した4試合はすべて代打であり無安打に終わったオフの月日に 戦力外となった。2012年11月28日にマイナー2選手とのトレードでビン・マザーロとともにパイレーツへ移籍した。2013年3月29日にウェーバーでトロント・ブルージェイズへ移籍し、参加の AA 級ニューハンプシャー・フィッシャー・キャッツへ配属された。5月30日にトリプル A 級バッファロー・バイソンズへ昇格したが、 この年のメジャー出場はなかった。オフに FA となった。2013年11月18日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結び、参加の AAA 級アルバカーキアイソトープスへ配属された。2014年6月25日にメジャー契約を結び、30日のクリーブランドインディアンス戦でコーリー・クルーバーからメジャー初安打を打点付きで記録した。 7月10日にディフェとなった後はトリプル a 級アルバカーキで残りシーズンをプレーした。オフに FA となった。2014年12月26日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。2015年は自身初の開幕25人枠入りを果たした。5月12日のアリゾナダイヤモンドバックス戦では8回裏に投手としてメジャー初登板し、 一回を無失点で切り抜けた。一塁試験外野のユーティリティプレイヤーとして126試合に出場。打率272.10本類が34打点。出塁率358だった。2016年は104試合に出場したが、打率235.5本類が26打点に終わった。 2017年3月31日に40人枠を外れる形で参加のトリプル a 級シラキュースチーフスへ配属された。2017年のシーズン後に引退し、マイアミマーリンズのプロスカウトとしての地位を受け入れた。2019年3月22日、前日に引退を表明したマリナーズの一郎について、一塁ベース上で初めて一郎と並んだ時、彼はこう言った。 やあ、クリント、調子はどうだいなんてこった、一郎鈴木が俺の名前を知っているよ。殿堂入りに値するキャリア、おめでとう。とツイートした。ありがとうございます。